いろいろ釣り大会というのを遊んでいきたいと思います。いいぞ。よいしょ。はいはいはい。何種類目？君は今釣ったんじゃないか。でかいの来てますね。明らかにでかいやつはまだ釣ってない。ワクワクバラエティ。本日のコーナーはこちらでございます。爆釣釣りスピン丸。本日もこちら釣りスピリッツで遊んでいきたいと思います、はい。今回はですね、このプレー中にランダムで発生するいろいろ釣り大会というのを遊んでいきたいと思いますよ。はい、こちらは釣った魚の種類で勝負するイベントモードです。はい、そういうことです。はい、全部で26種類のお魚が登場します。はい、ということはですよ、このロッドをうまく使い分けるっていうのが大事になるんですよ。なるほどなるほど、それも一つの戦略かもしれませんね。今回もですね、はい、開発チームの方から、もっとパンダさんいろいろ釣りたいからやるの？あ、じゃあこれぐらいは釣れるんじゃないですか、ね。はい、ベンチマーク記録伺ってきております。目標は10種類です。10種類。そう、26種類泳いでいるうちの10種類目標にしてください。さあ、そして、はい、誰が一番たくさんの種類の魚を釣れるのか、これも勝負でございます。はい、はい、よろしいですね。さあ、それでは早速いってみましょう。10種類ですね。そうです、10種類。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、さあ、まあ、まあ、とりあえずはいい。まずは何でもいい。まずはね、種類は何でもいいですからね。はい、はい、まあ、まずは釣りましょう。さあ、あ、隠れクマノミ。よしよし、いいぞ。よいしょ。はいはいはい。釣れない時間が一番困る。2種類目、赤い。あ、同じだった。はい、いいよいいよいいよ。よしよしよし。3種類目。君は今釣ったんじゃないか。あった、あった、あった、あった。いやいや、君じゃない、君じゃない。ゴールド来た。よし、ナポレオンフィッシュ。そう、そういうこと。よし、来い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 。よーし、来た。君じゃないな。君はさっき釣ったな。今3種類。ゴールドクラス欲しいね。難しいですね。欲しい。はい、来た。派手なやつ。よし、よしよし。残り100秒。残り100秒。おいで。目標10種類ですからね。今ね、4種類。よし。よし、いいぞ。もうエイはいらないんだ。はい、君じゃないな。5種類目。残り70秒。いや、エイが寄ってきたけど。え？カッパ。あった。カッパ来た。カッパ。カッパはなんか。カッパ来た。欲しいな。タチウオ。来た。6種類。あと4種類。残り55秒。さあ、残り55秒。ちょっと微妙だな。いけるか？よし、来た。でかいの来てますね。アンコール。この明らかにでかいやつ、明らかにでかいやつはまだ釣ってない。あれ、エイが来た？はい。うん、君はもうさっき釣ったな。おいで。あと30秒。あと30秒。よし、来た。カッパってそんな何匹も釣れるもんなの？あと、あ、ダメだ。終わった。はい、終了。さあ、はい、はい、どうでしょうか。果たして1位は10種類。やった、釣りました。目標も8種類。僕も8種類。いやー、目標達成、お見事です。どうやら釣りの才能があるみたいです。そのようですね。いや、結構同じやつが来ちゃって、はい、そうね、そうなんですよ。だからこれ種類を集めたかったら、はい、同じやつが来たらあえて逃がしちゃうのもありそうですね。時間制限があるから。あと、あの、お二人が結構ここにロッドを垂らしてることが多かったんで、うん、結構こっち集中して狙ってました。なるほどね。
そのポジショニングがね、はい、あとはもう自分の陣地の近くで釣って早く早くなるほどなるほど、そういうね、はい、周りを見るのも一つの戦略ですね。はい、はい、ということで本日のいろいろ釣り大会、はい、見事ハネピカ10匹の獲で優勝でした。皆さんもいろいろ釣り大会に遭遇したらぜひベンチマーク記録に挑戦してください。はい、店によってはイベント告知この辺とかこの辺とか結構ねいろいろ発表してくれてるところもあるので見つけたら要チェックお願いします。はい、ということで本日は釣りスピリッツいろいろ釣り大会でございました。また次回ワクワクバラエティもっとファンか爆釣釣りスピマルのコーナーでお会いしましょう。皆さんまたね。